佐竹義重の一生。1547年に日立、佐竹義明の子として生まれる。2年前に日立北部を統一した祖父、義篤が死去し、父が後を継いで日立全域の攻略に乗り出している時だった。16歳で父、義明の隠居で家督を相続し、協力関係であった越後、上杉謙信との連携で勢力を拡大し、23歳の時には織田氏に大勝する。手配坂の戦い。26歳で白川祐希氏、遠赤であった岩木氏も配下に加えたが、急速な拡大を恐れた相模、北条氏や会津、芦名氏に警戒されてしまう。義重は祐希氏や宇都宮氏と同盟し、織田信長の重臣、羽柴秀吉と親密になるなど味方を増やした。7人の敵を一瞬で切り伏せるほど勇猛であり、鬼義重と恐れられたとされる。35歳の時には田村清明に勝利する。三代田合戦、これにより代替わりした芦名氏とも同盟。会津、仙道、街道の大名は佐竹氏参加に加わり、義重が南欧州の名士となる。また最新の冶金技術により、豊富な資金力で関東一の鉄砲隊を備えたという。しかし38歳の時に北条氏に事実上敗北してしまう。沼尻の合戦、その後芦名氏の家督問題に介入するものの、後継候補だった伊達氏との対立が深まり、40歳の時に代替わりした伊達政宗と衝突する。一鳥橋の戦い、武力、兵力ともに佐竹連合軍が優位であったが、本国に危機が生じたため撤退、伊達氏も撤退したため引き分けに終わる。42歳の時に再び政宗と衝突する、郡山合戦、しかし連合軍である佐竹側は連携が取れず、結果的には牧師事実上敗北してしまう。翌年には芦名氏を継いだ次男、義弘が政宗に大敗し、参加大名が伊達氏に寝返ったことで南欧州連合が瓦解し、義重は長男、義信に家督譲渡する。しかし実権は義重が保持した。44歳で中央を掌握した豊臣秀吉の参加になり、秀吉の後押しもあって日立国内大名を駆逐、国内を統一し、54万石の統治が認められる。危機的状況を脱したため、実権も長男に明け渡した。54歳の時には長男と意見が対立してしまう。日本を二分した関ヶ原の戦いであった。長男は懇意のあった石田三成の西軍を支持したが、義重や佐竹家多くの者が徳川家康の東軍を支持、結果どっちつかずの態度だったため、佐竹氏は秋田20万石に減点俸されてしまう。義重は六郷町の町割りや南部の見張りなどを行ったが、66歳の時に狩猟中に落馬して死去してしまう。その後長男、義信は秋田初代藩主としてその礎を築いた。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。